勝手が違うと思います。カロイヤロ、今度はカロイヤロからロングに入ったダブルチームで守ります。それでもねじ込んできました。強靭無比だロングだ。このいい選手のところがね、絶対的にミスマッチになりますのでね、そしてカロイヤロもらって入ってシュート。イ・ションジュンに鬼ディフェンスの白浜です。カロイヤロ中に侵入してもらってロングもさらにいるぞ。ブロックを受けながらエンドワン。イ・ションジュンがプッシュして持っていきます。イ・ションジュン中ドライブから決めた。島根はしっかりゾーンオフェンスアタックを練習してきますね。今度はハマー、次、ハマーが決める。島根に連鎖するようにして、スリーポイントの打つ本数が多い島根に対してロングがいて、ツーポイントアタックが多いロング、一気にいった。豪快なダンク、会場を沸きました。今のはアウトオブバウンズでポゼッション変わって大阪のポゼッション、田島朝日、EO ドライブからロングを見てた。ロングインサイド得点。田島朝日スリーポイント、ここはいい判断です。残り時間も少ないので思い切って打ってきましたが、定まっていなかった。田島朝日第2クォーターのスタートから、そして木下入ってきています。木下ドライブインからのシュート。木下今シーズン、この試合初めて得点をしました。パスの交換からキックアウトパス、田島スリーポイント。大阪のスリーポイントは必中という感じです、はい、ミスマッチの状態ですがステップスリー、6本目のスリーポイントも来ませんでした。逆に速攻、完全にミスマッチになっています。安藤選手のドライブ良かったですよね。そうですね、はい、一度はドライブを入れて津山を経由したことによって綺麗に射抜いていきました。ナッシュドリブルといってね、スティーブ・ナッシュという選手がよくやっていたドライブですけどね。あ、これもいいですね、ここは安藤選手のいいところはチャンスをね、逸してもね、ドリブルを止めないところですよね。田島スリーだ。これいいですね。2連続スリーポイントシュート。ショーン・ロング、カロイヤロ、そしてイ・ヒョンジュンです。スリーポイントがあります。ここはテイが見ています。2メーター1センチイ・ヒョンジュン、パス、速いパス回しからゴーダレイスリーポイントシュート。ダフショット決めた、ゴーダレイだ。その後シューターでもある須山や晴山、ケビンなどがいます。さあゴールスターロングだ。こうなりますとニック・ケイも無用なファウルはできません。向こう側のコーナー、イ・ヒョンジュン完全にワイドオープンだ。イ・ヒョンジュン来た、スリー。 11.1% のスリーポイントの確率が上がっています。まあ2連発のか、イ・ヒョンジュン、ね、連発ちょわよ来てます。大阪のブースターのコートです。イ・ヒョンジュンスリーポイント2連発ですが、ワンオンワンの状態、一旦ロングに預けて、またロング中で仕掛ける。あ、強い。高い位置での2面ゲームですが、大阪に出た。今度はカロイヤロ、イオが持っています。かわしてからカロイヤロ、ミスマッチの状態、カロイヤロ中に侵入シュート決めています。津山とミスマッチの状態でした、カロイヤロスリーポイントシュート。大阪エベッサまたスリーポイント確率上げています。イ・ヒョンジュンはディフェンスがいい、白浜がついていきます。パスの交換からエンドワンです、はい、ここもエンドワンとしました。キックアウトパス、イ・ヒョンジュン、これもチームで作ったワイドオープンのイ・ヒョンジュン、この試合3本目、イ・ヒョンジュンシュート、リングに当たりましたがリバウンドは大阪、イ・ヒョンジュン、ここも守りました。そして速い攻撃だ、カロイヤロゴール下まで走っていた、さらに追っていく、体を寄せていく、レイアップまでいった。これも大阪に出た、イオが走っています。鈴木達也中から踊り出す、自ら行くキャプテン。イ・ヒョンジュン、ショーン・ロング、ニカがディフェンス、カロイヤロダブルチームでいった、カロイヤロ決める。
スイッチしています。ミスマッチ、軽いやろ、あーん、ねじ込んできました。一度フェイクを入れておいてから木下がワイドオープンの形でした。ロングリバウンド、あー強いですね。帰ってきていきなりの存在感、あ、手につかない、ルーズボール大阪にだ。田島走ってる、木下パス、高木号経由してロングだ。こうなるともうどうしようもありません。木下誠ロングにミスマッチの状態、あーこの決めてきた松山、どうしようもありません。さあシュートで終われるか、抜けませんでした。北川手につかない、木下から速い展開、田島ゴール下でレイアップ。島根としては痛い2点、大阪のはまだまだ慌てる点差ではありませんが、ただミスは避けたいところ。あブラックマーティン、木下ジョージ、竹内ジョージのペリメーターの2ポイントジャンパー、貢献度は世界で12位でしたから、非常に素晴らしい選手ですよね。銅メダルも獲得しています。さあ速いパス回しから、まあ、ここは決めてきました、カロイヤロ2点追加だけとなりました。あロングだ、ロングエンドワンでお返し。さあ島根の今シーズンのラストポゼッション、北川を送る、さあ DT 人気者谷口、ここで無情のブザータイムアップ、島根